皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。近年温暖化だと言われ、10月11月は暖かい日が続きますが、12月に入ると一気に冷え込み、冬がやってきます。日本特有の四季、秋がどんどん短くなっているように感じるのは私だけでしょうか。夏から冬へ一気に季節が進み、厳しい寒気の影響で日本海側を中心に全国各地で大雪が降るなど、肌を刺すような寒さが続きます。実は日本は世界的に見ても雪が多く降る国だということをご存知でしたか。その証拠に世界一の積雪記録は滋賀県の伊吹山で作られています。1927年の2月14日、雪の高さは11メートル82センチとなり、世界一となったそうです。約100年も前の記録ですが、未だに破られてはいません。このように世界で最も雪が降る国の一つである日本では、交通インフラを維持するために除雪作業が欠かせません。中でも北海道のある除雪作業の映像が海外でも注目され、豪快すぎるだろうと外国人たちを驚愕させていました。一体どのような内容だったのでしょうか。今回はそんな日本の除雪に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私エレンがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。外国人たちの間で話題になっていたのは除雪機関車の映像。北海道で国鉄時代に登場して現在まで活躍しているラッセル式除雪用ディーゼル機関車 DE15 系、他の列車が安全に走れるように深く降り積もった雪をかき分け、レールの両端に激しく弾き飛ばす除雪作業の様子が豪快すぎると、その映像を見た外国人からは驚きの声が聞かれました。早速寄せられた声を見ていきましょう。トンネルを除雪作業しながら走る車は俺の国でも見たことあるけど、列車ってのは初めて見たよ。これは見事としか言いようがないね。やばい、これはクールすぎる。 SF みたいなテクノロジーだ。このラッセル車、観光資源になると思うよ。だってめちゃめちゃ見に行きたいって思うし、カナダ人の自分から見てもまず雪の量が想像以上だったんだが、この雪の量は日本では普通のことなの？とてもいいものが見られたよ。寒い中撮影してくれてありがとう。大自然の美しさと危険を感じられる動画だ。日本のこの地域に比べたら俺の国なんて南国みたいなもんだな。日本の技術には驚かされるよ。彼らは自分たちに必要なものを自分たちだけで作り上げてしまう。あれなら運転手も巻き上げられた雪で前が見えなくなることもない。排泄するのにすごく考えられたデザインになっているんだね。この映像はかなり衝撃的だった。僕の国では絶対に見られないものだよ。あのすごい量の雪にあんなスピードで突っ込んでいくなんて、なんてパワーを持っているんだ。日本ってこんなにも雪国だったの？私の国でもこれくらい雪が降らないかな。なんてかっこいい乗り物なんだ。日本に行ってこの除雪車を運転する仕事がしたい。雪に困っているのは俺の国だけではないんだね。その除雪車をぜひ我が国にも貸してほしいよ。この圧倒的パワー、さてはホンダのエンジンを積んでるな。サンタさん、雪のせいで家から出るのにも一苦労な我が家に、どうかラッセルをください。日本の科学技術が世界最高レベルってことがよくわかる映像だな。ぜひ私の国も日本の技術を学んでほしい。この光景はすごくワクワクする。いつか直接この目で見てみたいな。スウェーデンでも毎年これくらいの雪が降って、積もると電車がストップしちゃうんだ。日本が持ってるこのパワフルな車両が俺の国にもあったらな。俺の国の鉄道会社の改善の余地がまだまだあるってことが分かったよ。俺の国にもこれと同じような除雪車があるけど、大きさも力も全然違うわ。もちろん日本の方が優れている。この分厚い雪を押して進むなんて信じられん。俺の国の電車なんて線路に落ち葉があるだけでパニックだぜ。文句なしの除雪社会のキングだ。どうか俺の地元にもこれくらいの除雪車を導入してくれ。日本はなんて進んだ国なんだろう。
私の国では大雪が降ってもなすすべがないっていうのに。ポルトガルだとかなり高い山の上とかでしか雪が降らないのに、日本ではどうしてこんなに雪が降るのかな。除雪専用の電車なんて初めて見た。これは鉄道好きにはたまらない映像だね。船みたいにフロントが旋回窓になってるのがすごくかっこいい。これこそ日本の力強さだ。この動画を毛布にくるまって温かいコーヒーを片手に何度も見てる。最高の贅沢をしている気分だ。それにしても日本の雪景色は美しい。北海道に生まれなかったことを後悔した。とても興味深い映像だった。この動画を作ってくれた人に感謝したい。もういろんな問題は全部日本人に任せるのがいいんじゃないか。俺の国で電車がまともに動くのは夏だけ。雪にはめちゃめちゃ弱いんだよ。日本の除雪は欧州や北米よりもはるかに効率的だ。パワフルな除雪作業の様子に皆さん驚きの反応を示していましたね。さらに日本にこんなに雪が降り積もるなんてという点に驚く外国人も多い印象でした。イギリスの BBC ニュースが2021年北海道の札幌に雪が降り積もる映像を報じたところ、外国人からはコメントが殺到したそうです。日本は雪がすごく降る国という認識があまりないのか、日本の雪景色に驚きの声が寄せられました。これが日本？このニュースの映像を見たとき、最初ロシアかカナダかと思ったよ。とんでもない雪の量だな。あの量になると危険だね。もうフランスの雪に文句を言ったりしないよ。これは日本にとっては普通の光景さ。日本は世界一雪が降る国なんだから。日本って実は南極よりも寒いんじゃないか。日本の雪景色は好きだけど、めちゃめちゃ寒いからね。まともな暖房がないと冬を乗り切ることはできない。日本の北の方に住んでいたけど、これは本当。降り積もった雪が落ちてくるから屋根の下を歩くのは危険だってのが常識だ。映像の中の住民たちはみんな落ち着いた様子だな。俺の住んでるアメリカ南部の町じゃ5センチ積もっただけで人々はパニックになってスーパーに食料を買い込みに走るって感じなのに。この大雪の中でも日本人は状況を受け止めて日常を続けているんでしょ。俺たちはちょっとした雪でいちいちパニックになって全ての活動がストップしてしまうというのに。俺なんて日本で雪が降ること自体初めて知ったよ。常に温暖な気候なのかと思ってた。日本の気候はかなり多様だよ。南にある沖縄は1年のうち長い期間ビーチを満喫することができる。日本で一番過ごしやすいのは春と秋なんだけど、いつか日本の冬も体験してみたいな。同じ日本でも東京はそこまで降らないぞ。日本人は本当に我慢強い。これはかなり厳しい環境だと思う。早く快適な日常が戻ってきますように。日本がここまですごい雪国だったことに驚愕したよ。日本は世界トップクラスの技術を持った国だから心配いらない。きっと数日以内に全てを解決するよ。厳しい雪の環境の中でも普段通りの日常を送る日本人の姿に尊敬の念を抱く外国人も多いようでした。さて、雪を豪快にかき分け多くの外国人を驚愕させた日本のラッセル車 DE15 系ですが、老朽化により JR 北海道は今後引退させると見られています。そこで代わりに登場したのが JR 北海道が2021年11月に発表した新型の除雪車両、キア291型ラッセル気動車。除雪装置の性能は DE15 系と同じとしつつも、GPS による除雪車両操作支援装置や除雪装置の状態を撮影して運転室内で確認できるようにするためのカメラ、除雪装置やエンジンなどの動作状況を画面に表示するモニターを設置しています。交通インフラを維持するため日本のラッセル車は日々進化を続けているのですね。大雪に立ち向かうため進化したのはラッセル車だけではありません。時間の正確さが世界的に有名な新幹線ですが、特に東北新幹線は雪に強いと言われていて、豪雪の中でも問題なく運行することができるのです。その強さの理由として、線路の脇に雪が集まりやすくする仕組みであったり、地面からの温水シャワーで車両についた雪を落とす
大型融雪装置を導入していることなどがあります。日本に住むあるドイツ人の男性は、以前新幹線に乗った時、雪の影響で到着が5分遅れます、ご迷惑をおかけしますというアナウンスを聞いてすごく驚きました。ドイツでは5分は遅延ではなく誤差ですから。日本の鉄道会社は雪のせいで遅延が起これば、同じ理由で次は遅れないようにしっかり対策します。それは乗客のことを一番に考えているからでしょう。この姿勢を私の国の鉄道会社にも見習ってほしいです、と語っていました。世界の中でもドイツの鉄道は特に遅延が多いので、大雪の影響を受けてもほぼ定時運行している新幹線のパフォーマンスに驚いたそうです。雪の中を猛スピードで駆け抜ける新幹線の雄姿をまとめた動画はネット上でいくつも紹介されており、大雪をものともしない新幹線のパワーと、それを可能にする技術に外国人から驚きと称賛の声が殺到しています。うわーすごい、1センチの積雪で全ての車両が停止になる俺の国の鉄道とは段違いだ。新幹線を超える鉄道システムを未だ見たことがない。本当に日本を尊敬するよ。日本人は本当に世界を驚かせるのが得意だね。ものすごい速さで雪の中を走る新幹線、車内からはどう見えているんだろうね。日本は本当に未来的ね。日本に旅行に行ったことがあるけど、新幹線に乗らなかったことが悔やまれるわ。次はぜひ雪の日に乗ってみたい。日本の鉄道会社のレベルは世界一だと思う。自分の国との差に泣けてきたよ。新幹線は見た目もとても美しい。これ以上完璧な乗り物があるのだろうか。日本の鉄道のレベルの高さがうかがえますね。豪快な除雪で海外の人たちを魅了した日本のラッセル社。2022年12月18日、日本旅行東北青森支店は日帰りツアーラッセル社試乗体験とストーブ列車の旅を実施しました。ツアー参加者は駅構内でラッセル社への試乗体験や撮影を楽しんだようです。ラッセル社に実際に試乗できるとはとても貴重な体験になりそうですね。毎年のように最強の寒波が襲来し、その影響で日本列島の広い範囲が記録的な大雪に見舞われています。そのような状況下で日本に世界も認める強力なラッセル社が存在するのはとても頼もしい気持ちがしますね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。